皆さんこんばんは。 YS パンダラジオ番外編ですね。この番外編ではですね、いろいろな動画にコメントやら、メールとかで問い合わせやらいろんなものをいただいた中からですね、まあ私が厳選して、そこに答えていくという、まあ、趣旨になっております。まあですね、今回は島田さんって一体何してる人なんですかっていう風なものが届いておりました。でこれ実は定期的に聞かれます。リアルでも聞かれます。あなた何してる人なのって結局っていう風にですね、直接聞かれたりすることもあるので、まあ、そういった意味で私の生態というか普段何してるかっていうのをですね、本当に興味ない人は全然興味ないと思うんで、もうさよならって感じなんですけど、今日は説明していきたいというふうに思っております。早速なんですけども、まず肩書き的な話をしていくと、私は広報でございます。 YSP 横浜戸塚の広報と思っていただければ、まあそれでほぼほぼ肩書き上は正確なのかなと。よくあるあるな感じなんですけども、責任者出せってなってもですね、私は責任者ではございませんので、もちろん出てはいかないという形になるんですけども、基本的にはですね、まあ本来の私の目的はですね、まあオートバイを普及させるっていうふうに考えていただければいいのかなというふうに思っております。例えばね、本当にいろいろ聞かれるんですよ、聞かれるんですけど、多分うちの動画を結構ヘビーで見てくれてる方はわかると思うんですけども、基本的には営業目的の動画は非常に少ないです。例えば、何かこう遊びでやってることを紹介する意味合いでの営業っていうのはあるかもしれない。例えばソリッドアーマーとかね、ソリッドアーマーとかは、あとトリシティとかね、ああいうのはそういうものを作ったらどれぐらいの人間が喜んでくれるのかっていうのを見たくて、まあ、ある意味仕事でもあるけど遊びでもあるんですよね、という状況の中で実験的にソリッドアーマーっていう動画を撮ったりはしますけども、基本的に例えばバイクを買ってくださいがメインの目的だったら、もうちょっとね、さすがにもうちょっと宣伝入れるぞっていう話になります。これよく同業からは言われるんですけど、要は宣伝入れないのって言われるんですけど、まあ別に正直乱暴な言い方すれば食べていければいいんです、スタッフと私がという形で、正直言うとですね、今来てくれてるお客さんで、まあ十分という言い方をしたら語弊があるんですけども、生活はできてます。なので例えばじゃあここで動画の中で最後うちでじゃあ買ってくださいねってやってやること自体がまあ虚しいなっていうのと、もっと大きい目的で動いてるので、ちょっと正直言うとそこはあんまりないんですよね。なのであくまで広報ですけども、うちのお店を、よりますますのご発展をお祈りしての広報ではなくてですね、業界全体が盛り上がったらいいなと。なのでそのためには、まあ、こういうふうに考えました。業界全体が盛り上がれば自動的に盛り上がるんですよ、回り回って。最後はお店なんてものはきっとね、遠い将来の話でしょうけど。なのでバイクの楽しさをどうすれば伝えることができるの、こんなに面白いものなのに。多分ライダーの方はもう分かってるでしょ、すげえ面白い。でもそれを試しに同僚にお前もバイク乗れよって全く興味ない人に伝えようとした時って超難しいでしょ。あれをやりたいですよ。それも効率よく、知らない人にまで。なので一番喜ぶ言葉としては、YSP 横山とつかの動画を見てもうバイク全然興味なかったんですけど好きになっちゃいましたよっていうのが、まあ、欲しくてやってるっていうのがまず一つあります。もう一つはどこまで行くか見たいっていうのがあるんですよね。例えば YouTube ってその分かりやすく再生回数っていうのが目安としてあるんですね。いいねみたいなものもあったりしますよね。要はその気になるシステムにちゃんと作り上げられてるんですよね。だからその YouTube というものをやり続けたら結果どうなるのかっていうのをちょっと見たいっていうのも最近ではあります。どこまでこれ行くのかなとか、この先どんなことが起こるのかなと、まあそういうですねところが、まあ動機というかやってることなんですね。たまにですよ、ヤマハ社びいきなことを言っているとか、そういうコメントが入ったりするんですよね。まあ一番多いのはこれから YSP だから、新車ディーラーだから、新車が売れるように話を持ってってるみたいなことを言われる時もあるんですよ。いやマジでね、そんなことし、乱暴なこと言うと、普通にそんなことしなくても真面目に営業してれば普通に食える。だからそんなところでいちいち新車に誘導して、いつになったらうちにじゃあリアルに買いに来てくれるのって考えたら、それこそマジで途方もない話になるんですよ。だからそんなことは考えてないです。実際はいいものはいいし悪いものは悪いっていうのは言いますけども、ただ目的としては最終的にはね、うちの動画を見てくれた方がよりバイクを好きになったりとか、もしくは今興味ない人が興味を持ったりとか、そこがまあ、この YouTube のまあメインの目的。なぜこの話になったのかわからなくなりましたけど、
まあ、ただそういうことをするために私は日々動いていると。そしてあとはですね、普段何してるかっていうと血行整備やってます。実は血行整備をやっている。でなんでかっていうと、やっぱりね、整備ってやめるとついていけなくなります。特に今流れが早いので。なので割とね、あと単に忙しいっていうのもあるんですけど、普段は結構整備をしてます。で表舞台には立たないです。基本的にはほとんどお店にはいないです。あの別のところで整備をやってるか、あのお店の工場で整備をやってる時もありますけども、基本的には結構整備をやってます。なので実際のところ、まあ、お店に来ていただいてもだからいないんですよね。よそで整備やっちゃってる時もあるし、あとは結構人と会う機会も多いんですよ。なのでそういう感じの日常を送ってます。普段あのオンタイムは、例えば今みたいにこういう動画はじゃあいつ撮ってんのって言った時に、あの皆さんもう本当にこの世って心優しい人がどんだけいるのって話なんですけど、あのブラック企業じゃないの、そんな朝方とか夜にあの言われる時もあるんですけども、まあ本当にこれがやらされてるものだったらそうかもしれないけれど、これはもうあの本当に半分趣味なので、半分というかほぼ趣味なので、基本的にはあの皆さんがツーリングに行ったりするのと一緒かもしれない。あのだって動画1本上げると今どんだけコメント来るかっていうとすごい来るんですよ。それも大半がね、愛にあふれたコメントね、もうやめらんないですよね、面白くて。なのでそういったところでは、まあ、ご心配していただかなくてもですね、幸せですっていう表現がいいのかどうか分かりませんけども、あの楽しくやらせてもらってますんで、その辺はですね、あの、まあ、気にしないでくださいっていうのと、あとは、まあ、ちょっとこの先どうなっていくのか、今もうチャンネル登録者の方がですね、もう7万人に迫る勢いです。この撮影してる時ですね。もちろん一流の YouTuber と呼ばれる人たちからしたら少ないかもしれないけれど、僕個人の感想だと7万人という人数はですね、7万人の方がわざわざチャンネル登録ボタンを押してくれたという事実、これだけでね、もうお茶碗何杯でもいけますよ。なので避けなく酔うこともできる。なのでそういった意味ではですね、あの十分楽しいし、じゃあこの先どうなっていくかっていうのもですね、気にはなるところだったりします。まあ今ざっとね、ざっとっていうか長かったかもしれないですけど、まあ私が何者でどういう行動動機で動いてるのかということをですねやってきましたけども、あのまあこの先はですね、じゃあ話をガラッと変えて、どういうふうに撮影してるのって聞かれる時もよくあるんですけども、そこについてちょっと触れてみたいなと思うんですけども、これ驚くかもしれないんですけども、広報車っていうものがね、あの実はまあどっかには存在してるかもしれないけど、うちには来ないんですよ。来てもいいのに ね、これ動画で宣伝やってくださいってどっかのメーカーさんがですね提供してくれるのが一番本当は世の中の理想形とされてると思うんですけども、まあ驚くなかれ買っております。たった1本の動画のためにバイク1台買っております。もちろんほぼほぼ赤字でございます。仕掛けとしてはこうです。撮影できるようなオートバイを普通に買い取ってる業者さんと仲が良くて、その業者さんにこのバイクの愛、視聴者さんがこれ見たいって言うんだよ、 XSR の動画見たいって言うんだよってなった時にですね、あのそれをじゃあいくらですよって言って持ってくるんで買います。そして撮影します。そしてその後に売ります。これによってですね今回っております。まあ想像していただければ分かると思いますけども、超赤字です。普通買った時っていうのは自動的にイコールで安くなりますからね、買って売るっていうのは。そこに人の手間が一つ入るので、まあそんなに大きな、ね、業者間の取引なんでものすごいマイナスになるわけじゃないですけど、ただやっぱり確実にお金は削られるんですね。なのでそういった意味では今広告収入というものも当然発生はしております、この動画に。ただあのバイクが出てくるものに関しては基本的にはズルズルの赤字を垂れ流しながら、こういう今これごめんなさい、フリートークお金かかってないですね、僕が喋ってるだけなんで、こういうもので穴埋めしてですね、あのうまいことやってます。そしてさらにたまにプラスになる時があるんですよ、驚くことに。そうするとですね、まあ皆さんご存知ですよね、それを貯めておいてですね、視聴者プレゼントという形を取らせていただく時もある、時もある。なのでそういった意味ではですね、以前過去大きい視聴者プレゼントがあった時ってあると思います。 TW200 をプレゼント、しかもカスタムしてとかね、オートバイ1台プレゼントっていうのをやったりはしますけども、あのそういう形でまあ回してると思っていただければ。なのであの結構気軽にこれの動画見たいです、これとこれとこれを比較してくださいって言われるとですね、なるべく答えたいんですよ実際は。ただ答えれない時もあるっていうのは実はそういう事情だったりはします。うまいことね、レンタルバイクがあったりとか、あの今もうなくなっちゃいましたけど試乗車があった時っていうのがあって、そういう時はそこをフルに活用してたりはしたんですけども、その他のものっていうのは全部あの買ってますよ、車両買って。
手放せればいいですけど、カスタムしちゃったやつなんかもう売れなくなりますからね、びっくりすることに。うちのカスタムってほら個性的でしょ、だから市場に流通すると丸出しになっちゃうんで、まあ、今後ねそこはね逆に広報車販売として出していければいいかなと思ったりはするんですけども、それも考えたりはしたりはするんですけども、まあただ今のところはそういう形でずっとやってきてますんで、まあ仕掛けとしては実はまあこういう語る機会がなかったですけども、話をしてしまえばこういう流れで、YSP 横浜戸塚チャンネルは運営されているというのが分かっていただけたら、まあ一部の方はすっきりするのかなというふうに思ったので今日はお話しさせていただきました。まああとはですね、 YSP 横浜戸塚チャンネルはですね、この YouTube というものでですね、多くの人に情報を届けれるように調子乗ってなっちゃったので、最近は割とたくさんの方が見てくれるようになっちゃったので、またいろいろなことを企んでます。まあカスタム系のソリッドアーマーとかももちろんそうなんですけども、まあ一部の方はご存知かもしれませんけども、ここでは扱えないような、戸塚チャンネルでは扱えないような案件っていうのがたくさんやっぱり増えてきてるので、モーターサイクルファンタジーですね、そっちはチャンネル登録してくださいね。奈良半くん頑張ってるんで、皆さんの愛の一票を入れていただければいいんですけど、そういう展開ももちろんやってますんで、そっちも多分面白いと思いますよ。いろいろ今まで触れられなかった車両にですね触れて、やっぱりそのバイクの面白さ、ここはやっぱりねある程度ヤマハというものに特化してやっていきたいと思ってます。私が一番気に入っているヤマハというブランド、そしてまあ当然人生かけてやってるブランドですから、ヤマハというブランドに触れていきますけども、その他にも面白いものいっぱいあったりするんですね。ただ当然ここで触れるわけにはいかないので、そこら辺はうまく七半くんのチャンネル見ていただければ、七半くん一生懸命頑張ってますから、ぜひ興味ある方はどうぞというのとですね、あとはこれは新しい情報かもしれないってなるんですけども、今ねやってみたいのはね、やってみたいっていうかもうやってみちゃおうと思ってるんですけど、萌えキャラっていうものがですね流行って久しいと思うんですよね。なので YSP 横浜戸塚も、萌えキャラが欲しいということでですね、やっぱり視聴者の方の中にはですねすごい技術を持った方がいるんですよね。そういう方にご協力をお願いしてですね、まあ今ちょっとこの辺なのか私の顔が全部隠れてるのか分かりませんけども、今企画中の萌えキャラの姿がですね画像で出てるんじゃないかなと思うんですけども、こういう形で萌えキャラをですね全開で全力で展開していきたいなと、どういう形になっていくかはまだ分からないですけども、全力でですねこれを出していきたいなというふうに企んでます。皆さん分かってるよね、ファンだったら応援してあげてくださいね、このキャラクターを。ちょっと私も頑張っていきますんで、こうもういろ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 手を返し名を変えあちこち手出してますけども、どれもどれもがっちり完結させていきますんで、ぜひ皆さんその辺も含めて今後の YSP 横浜戸塚チャンネルをですねより応援していただけたらですね興奮しちゃうなと思います。それでは今回はこの辺でおしまいになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。